マリアルス号事件とは、明治5年に日本の横浜港に停泊中のマリアルス号内の新国人クーリーを奴隷であるとして日本政府が解放した事件。日本が国際裁判の当事者となった初めての事例である。マリアルース号事件、マリアルーズ号事件とも表記する。1872年7月9日、真の号鏡から、 南米西岸のペルーに向かっていたペルー戦隻のマリアルスが航海中の悪天候から穂先を破損、横浜港にこの修理のために入港した。同船には、新国人、クーリー231名が乗船していたが、過酷な待遇から逃れるために、木、霊をはじめとする数人の新国人が監視の目を欺いて海中へ逃亡し、イギリス軍艦に救助を求めた。 イギリスはマリアルスを奴隷運搬船と判断し、イギリス在日講師は日本政府に対し新国人救助を要請した。当時の外務卿添島種臣は神奈川県御礼、大江拓に新国人救助を命じた。日本とペルーの間では当時二国間条約が締結されていなかったため、政府内には国際紛争をペルーとの間で引き起こすと、 国際関係上不利であるとの意見もあったが、添島は人道主義と日本の主権独立を主張した。これにより、大江の式で、林県展示と法律顧問の米国人、ジョージ・ワーレス・ヒルラによって、マリアルス船内の確認作業が進められた。船長、ヘレロトの通訳をヒル顧問が担当、追求を重ねた後に、船底で、食料を不足等で生産な状態となっていた。 新国人230人を発見した。この報告を受けた大江は、マリアルスに乗船している、新国人救出のため、法手続きを決定。出港許可を申請していたマリアルスは、旧暦7月4日に、横浜港からの出港停止を命じられた。その後、この出港停止に関しては、ポルトガル領事をはじめとした数国から抗議の申し入れがあり、7月20日には、ポルトガルと、 イタリア領事傍聴の下で、ヘレロ船長の裁判が行われた。原発を切られていた者や手錠され拷問を受けた後が、残る、新国人への過酷な取り扱いについて審議が及ぶと、ヘレロ船長は、脱走や放火を企てた者たちに対する罰として、言ったと述べた。船長がワーベン五人、イギリス人のフレデリック・ベクター・ディキンズは、仮にこの船が奴隷船として、奴隷を乗せていようが、 マカオ及び、深刻会場で行われた犯罪は、日本政府の所轄ではない。開発は、万国広報にあたる、海賊行為にあたらない上に、日本でも禁止していないではないか。奴隷運搬船の出航停止について速やかに解除し、日本側に出航停止中の保証金を要求するとの意見書を提出した。マリアルスの船長は訴追され、神奈川県庁に設置された。 大江拓を裁判長とする特設裁判所は7月27日の判決で校内での乗客虐待に対する厳重処罰として、新国人の解放を条件にマリアルスの出向許可を与えた。しかし、船長は判決を不服とした上、新国人の移民契約履行請求の訴えを起こし、新国人をマリアルスに戻すよう主張した。 これに対し二度目の裁判では移民契約の内容は奴隷契約であり人道に反するものであるから無効であるとして却下した。裁判により、新国人は解放され、新国へ9月13日に帰国した。新国政府は日本の友情的行動への謝意を表明した。しかし問題はこれで終わらなかった。翌年2月にペルー政府は海軍大臣ガルシャを訪日させ、 マリアルス問題に対して謝罪と損害賠償を日本政府に要求した。この両国間の紛争解決のために両国間で仲裁契約が結ばれ、両国同意の下で第三国のロシア帝国による国際仲裁裁判が開催されることになった。ロシア皇帝アレクサンドル2世によりサンクトペテルブルクで開かれた国際仲裁裁判には 日本側代表として、全権講師の江本武明が出席。1875年6月に、法廷は、日本側の措置は、一般国際法にも条約にも違反せず妥当なもので、あるとする判決を出し、ペルー側の要求を退けた。旧暦7月27日に、大江が下した判決は、後に有名になり、奴隷解放事件と呼ばれた。また、 船長側のフレデリック・ビクター・ディキンズ弁護士の意見書は、芸奨儀の見直しにつながり、同年10月の芸奨儀会法令に至る契機、ともされる。ありがとうございます。